稲積水中昇入道内稲積水中昇入道は日本ジオパーク認定の大分県文豪の市三江町中鶴にある日本最長の水中昇入道である。水は日本名水百千認定の白山川につながっている。この昇入道は昇入石が形成された後に全体が一旦水没し侵食により上半分が排水されて、 再び空気中に露出するようになった洞窟である。約8万5000年前のアソカルデラの大噴火によって、洞窟前を流れる中津群れ川の峡谷が70メートル以上の厚さの火砕流堆積物で埋積されたために、山毒に形成されていた本洞窟の全体が水没し、水中洞窟となった。その後、 現在にかけて火砕流堆積物の上部3、4が中つむれ側によって侵食されたために水中洞窟の上半分は排水されて再び空気中に露出し下半分はなお水中洞窟の状態を止めていたのが観光開発前の姿である。自然状態では稲積山の山麓に奥行きのない小さな都出道として開港し下半分が地下水面下にあったが 観光開発のために排水路を掘削して地下水位を約2メートル下げ元の地下水面直下のレベルに設置した通路に沿って観覧できるようにされている。観光開発後も水面下には平均震度10から20メートルの空洞が広がっている。このため現在観察できる小入石は一部が水中にあり一部が空気中に露出している。すなわち 水面下では決して形成されることのない昇乳石類が水面下に位置する光景を観察できるとともに開発前には水中にあった昇乳石を観光を沿いで間近に見ることができ開発前まではそれらが水中で激しく溶かされつつあった様子が観察できる開発後にも行われた洞窟潜水探検によれば水中洞窟は全長のべ1000メートル以上ある元々の昇乳道は 第4期の中頃の表記に形成されたと推測される。道内に湧く地下水は名水百選に選定された中津群川の水が小乳道の上流約4キロメートルの白谷の川床から浸透して道内に湧くものであることが分かっている。トレーサー調査では流出までに5日を要している。園内は観光施設として開発されており、小乳道以外に大分県下一の高さ、 稲積昇流大観論、海洋美術館、稲積ギャラリー、昭和タイムトリップ、ロマンザ、指定洞窟、富津の里庭園、ダイビング施設、小樽車両、食事所、名水亭、売店、日本名水百選天然水の水汲み場、無料駐車場など、また併設する稲積白山川キャンプ村が設けられている。次元の淵から髪型を見上げた画像口には、 観光開発で掘削された排水路からの水が洞の外へと流れ落ちる虹の滝がある。道内は入り口から約70メートルのところで水中道と新聖道の二股に分岐しており、それぞれ約300メートルの地点まで観光可能である。新聖道はこの地点で行き止まりであるが、水中道については1975年から1977年に 実施された調査で水没した洞窟が約300メートル続き、さらにそこから下に伸びていることが確認された。また、2014年2月に2チームにより実施された調査では水中洞は観光可能な終点からさらに800メートル以上続いており、途中には100メートル以上の長さの洞窟が枝分かれしていることが確認されている。通商株式会社。 2021年1月11日へ閲覧、ありがとうございます。